始まりました。カメラの位置がうまくいかない、カメラじゃない、ライトが。さあ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 、今日はですね、超超特別ライブなんです。実は皆さんこんばんは。超超超超特別ライブなんでかって、ちょっといつもより背景が違くないですか。ははは皆さんが入室が落ち着いたらお話しますね。さあ、今日の不思議に気づく方はいらっしゃるでしょうか。声の大きさ大丈夫ですか。大丈夫だったらポポポポポっと、あー、いいですね、ありがとうございます。お久しぶりです。めいちゃん、ママ元気ですか。今日もしかしてあれかな、在保時だから見に来てくださったのかな。ありがとうございます。 OK、 ありがとうございます。じゃあですね、そろそろお話を。特別ライブ、あゆみさん多分超びっくりすると思いますよ知ってる人は知っているみたいなライブになりそうですね。入院なっちゃったんだ、大丈夫めいちゃん。あららら、らなんか落ち着かない感じですかね、心配。100人ぐらいで落ち着くかな、こちらは。さあ、はい、じゃあ始めていきたいと思います。今日はですね、めちゃくちゃニッチな内容でございます。在保時装置、在保時椅子についてお話をしていきます。で、今日がなんで特別かというと、後でですね、ちょっとあります。あ、わかった、だってはい、 C ね、まだ C ねはい、ですね、じゃあちょっと自己紹介をさせていただきます。私のことを最近フォローしていただいた方もいらっしゃると思いますし、今日初めてライブ来ていただいている方もいると思うので自己紹介させていただきます。私はですね、子供リハビリ亀吉という名前でですね、インスタで活動をしております。ありがとうございます。はい、で、去年のですね、緊急事態宣言を、つむちゃんもこんばんは。去年の緊急事態宣言を受けてですね、私もともと普通の療育の現場で働いていたんですけれども、何か自分にできることがないかなと思ってインスタグラムで情報発信を始めました。そしてですね、こうもっともっとリアルタイムに皆さんのお話に答えていきたいとか、親御さんのお悩みに寄り添っていきたいっていうので、こういうふうにインスタライブでですね、毎週金曜日に発信をしているわけでございます。で、個別のご相談とかも今ですね、オンラインで受けております。で、個別のリハビリっていうのもやっています。はい、そんな感じで亀吉でした、はい。でですね、まあ、いろんな、私理学療法士なんですけれども、まあ、もちろん子どもの発達の遅れとか筋緊張の話とかもしていくんですけども、結構ですね、接触のお悩みが結構多いので、接触についてのご相談を受けたりですとか、接触についてのインスタライブも行っております。で、今回ですね、まあ、いろんな、まあ、本当にね、お子さん のお悩みっていろんなお悩みがあるので、まあ、多方面で私、親御さんのお話を聞いていきたいなっていうのがあるんですけれども、ですね、在保時装置について今回はお話をしていきます。で、なんで在保時の話をしたかというとですね、まあ、私のちょっと知り合いにですね、工房さんがいらっしゃいまして、で、いろいろ仲良くさせていただいて、ちょっと工房さんにですね、この間見学に行ったんですね。で、実際に在保時を作っている様子とか、オーダーの流れとか、このお子さんにはこういうのがいいよねみたいな、工房さんとお話をさせていただいて、で、いろんな在保時の皆さんお悩みがあるということを、コメントとかですね、質問を受け付けていたので、皆さんのお悩みとか日頃気になっていることを全部聞いてきました、イエイで、なおかつ亀吉も自分で勉強してお答えできるようにちょっと体制を整えたので、今日はインスタライブで発表という形になりました。拍手はい、それでですね、ちょっといつもと雰囲気が違いますよね。いつも私ここね、後ろグリーンがあったりとかするんですけど、そうなんです、ここはですね、自宅ではないんです。そしてカメリハの教室もないんです。実はですね、いつも私がインスタライブ、私の常連さんはですね、私がインスタライブするときに、知ってますか、いろんな細かいことをコメントしてくれるマネージャーがいるの知ってますか。 OT ぴょん吉というね、マネージャーがいるんですよ。皆さんこんばんは、今日の亀吉ライブはなんちゃらです、コメントは何分までですって、海外宿ですね、やってくれる私のマネージャーがいるんですよ。ご存知でした。その人はね、 OT の先生なんですけれども、もういろいろですね、今の私の相方であったり、カメスクっていう教育授業を一緒に運営してくれてたり、わかるわかるで、そして私の手を治療してくれてる担当セラピストでもあるんですね。で、まあ、彼とこの間一緒にその工房さんに見学に行って、在保時についてめっちゃ語ったなんで帰っちゃった
ていう病気と。で、まあ、その在保時って在保時装置を作るときに、まあ、担当の理学療法士が介入したりっていうこともあると思うんですけども、やっぱりチームになってですね、理学療法士だけの意見じゃなくて作業療法士の先生や言語聴覚士の先生、もちろん保護者の方の意見っていう、あの技師総務さんとの意見とかがいろんなことがあって、まあ、一人の意見ではねなかなか決められないっていうところがあるので、はい、そうです。で、今回も私一人の意見ではなくてですね、一緒に目で見て一緒に感じてきた、OT ピョキさんが実は今日はですね、あのコメント参戦ではなくてリアルタイム参戦でいるでございます。よっ、じゃあ登場お願いします。めっちゃ熱いじゃんさあさあさあ、ハードル超この人がですね、私のマネージャー の今私の神回ライブやそうなんですよ、私の、ね、右腕どころの話じゃないです。もう私の体幹部分を今担ってくれている、あの私のマネージャーでございます。いつもあの今日の亀吉ライブは何時までです、コメント何時までですとか締め切りですとか、海外しく毎回私のライブに参加していただいてる 彼とですね、今日はリアルタイム配信というのをドッキリでございます、やっていきます。はい、じゃあピョン吉さん前に来て、自己紹介前に来て狭みたいなこの建物、狭いんですよこんばんは。インスタでは OT ピョン吉っていう形でやらせていただいてます。普段はですね、あの皆さんにこう情報をまとめて、コメントで参戦してるんですけど、今日は、まあ、今あの紹介していただいた通り、リアルで、サポートさせていただこうかなと思って、今日本当にドッキリで、私偶然ちょっとあの出張でですね、千葉のある場所に行ってたんですけど、でその時連絡が来て、やろうぜちょっと突発的に言われて、まあ、じゃあやりましょうかっていう形になって、で今ここどこかっていうと、私の職場です。イエーイで職場で今配信をしてるっていう形です。はい、はい、ということで今日も皆さんよろしくお願いします。で、まあ、この人すごい人なんですよ。私のマネージャーとか言ってやってくれてるんですけど、普通にシンプルに経営者っていう感じで、で、もう普通にスーパー OT なんで、私よりも小児の経験全然長いですし、児童発達支援の施設でね、やられてる方なんですけども、多分私より知識が、知識が多い方ですね。なので、まあ、今回ですね、2人で力を合わせて皆さんの、私1人だとちょっとこれどうかなみたいなこともあったので、2人でね答えていったら、多分ね最強タッグなんですよ、ここ地味に最強だよね地味に最強なんで、この人がいないと私何の活動も今できないんで、はい、というところで、はい、ありがとうございます。じゃあですね、ライブの流れをお説明させていただくと、いつもと一緒ですね、最初に私が在保時についてお話ししたいことをお話しさせていただきます。そして皆さんに事前にいただいた質問を答えていきます。はい、私が質問スタンプでね、たくさん質問募集した時にたくさん、ほんと100件ぐらい質問いただいたので、それに対して答えていきます。で、その質問の中にかぶっている質問というか、質問の傾向っていうのがあったので、そこの傾向っていうのをまとめて皆さんにお伝えしていきます。で、最後に皆さんのコメントをこう読んでいく感じになります。でですね、今日はですね、実はピョン吉がここにいるということはですね、皆さん、ピョン吉がここにいるということは、質問の締め切り時間をコールする人がいないということなんですね煽りなんで、今日はもしかしたら質問締め切りなしで、私一人だとね結構酸欠になるぐらいこう話しちゃうんですけど、今日二人なんで、ちょっと私がしんどくなったら彼が話してくれるんでよろしくね。なんで今日はバシバシ答えていきますので、9時45分とか言わずにやってっちゃうぞ、ゾの回ゾしてよ本当にはい、みたいな感じです。じゃあ、なんか結構面白いコメントやってきてるから、最初面白いコメント読んでいい？やっぱり神回ライブやすごいさ、めっちゃいける。なんでこんなに悲壮感めっちゃ漂ってるよね戻ってきてください、はい、戻ってきてください。ちなみにここの職員の方もライブに今日来てもらって、見てもらってるんで、
はい、いえ、旦那さん登場かとドキドキした。旦那は登場しないです。待って、リンクコーデ風が、いや、なんかうちら合わせてないのにマジでいつも服装かぶるんですよね。この間デクさん行った、あ、その工房行った時もなんか合わせてないのに2人で 水色のストライプのシャツを着てきて、いや待ってみたいな。はい、すいません、ドッキリすぎて泣ける。旦那さんではない、ずっと旦那さんだと思ってました。あ、ピョンキチはね、違うんですよ、旦那で夫ではないです。あのマネージャーですね。マネージャー兼相方兼相棒兼セラピスト兼バディ、はい。いや、なんか滑ったみたいな、やめて。そっか、これさ、私さ、わざわざ後ろこうやってさ振り向かなくてもさ、この画面越しに見えるのね。はいはいはい、今から行っちゃいたいぐらい来ちゃいなよ。 OTPT タック素晴らしい、イエーイ。スクショタイムだ、スクショタイム、多分これからいっぱいあると思うんでお願いします。さあ、じゃあ早速話していきましょう。はい、財保持装置ですね。財保持です、財保持装置というものですけれども、まあ、いろんな種類がありますね。本当にたくさんの種類があって、私のところに来ていただいた質問でも種類がたくさんあってどれを選んでいいかわからないっていう質問がかなり多くありました。で、基本的に身体障害者手帳とかですね、手帳を持っている、方がですね、こう財保持装置や財保持椅子を作ると、まあ、こう1割負担で作れるよとか、あのこういう普通のこう、あ、椅子落ちたねこういう、あ、いいよ、ありがとうね。こういう一般的な椅子を購入するのとは違うんですよね。やっぱりこう身体的にあのハンディキャップがあったり、一人で座位を取れないお子さんとか、座位を取るのが難しいお子さんっていうのが、特別なこういうフラットな椅子ではなくて、特別なこう仕様がある、骨盤のサポートがあったり、体が倒れないようにするベルトがあったりとか、あと傾きが変えられたり角度が変えられたりっていうような、要は特別な椅子ですね。その子に合った特別なオーダーメイドの椅子っていうのが財保持椅子ということになります。ありがとう。なのでこういった、まあ、何千円とか何万円とかの椅子を買うよりも高いですね、何十万っていう風なあの金額がかかってくるんですけども、まあ、その中の1割負担といえどですよね、いえど高いですよね。あのこんぐらい、あのお子さん、まだあの乳児さんというか、あの小さいお子さんが座るような椅子でも普通にあの手帳使わなかったら十何万とかするんで、それでも1割負担となると1万5000円とかね、2万円とかなるので、結構それも大変ですよね。で、またそれをあのレディーメイドのものとかだったらいい、既製品とかだったらいいんですけども、一からね、こうそのお子さんに合ったあのお子さんのね体に対してこう再計とかいろいろ調節とかをして、あの、まあ、それでこうお医者さんの意見書やなんやらかんや見積もりを出してオーダーをして、それでお子さんの手元に届くまで結構時間がかかるっていうのがあるんですよね。なので、あの結構、しかもそのお金がかかる、時間がかかる、え、作った先でどういう風に活用していいかわからないっていうので、いつ作ったらいいんだろうとか、その作るのにやっぱちょっと腰が重かったりとかっていうのが結構いろいろ、まあ、言ってしまえばステップがたくさんありますよね。あの西松屋とかで売ってる椅子をポンって買ってポンって座らせるっていうようなことではないので、多分すごいハードルが高いものだと思います。なので、あの私のところにはたくさん財保持についての質問が来たのかなと思っています。はい、で、そうね、いろんな質問来たんですけども、まあ紐解いてちょっと説明をしていきますね。はい、じゃあ、で、あの、コメントにも流していってもらって大丈夫なので、ちょっとあの後の方になるかなと思うんですけども、読んでいきます。みんなの疑問の方ね、うん、はい、ですね、まず一番多かった質問いきますね。ごめんなさい、ライブアーカイブなしです、いつも通りです、すいません。はい、一番多かった質問いきます。ドゥルルルルルじゃん、なんかさ微妙に合ってなかったんだけどね合わせてくれる努力したのかな今はい、一番多かった質問、いつ作ったらいいですか、作る時期はいつですかみたいなところですね。作る時期ね、迷いますよね。ちなみに今財保持をお持ちの方って、お子さんが何ヶ月何歳の時に作りましたかっていうのをちょっと皆さんに聞いてみたいところもあるんですけども、これってよし作ろうみたいな感じで思ってすぐ作れるものでもなかったりとか、あと難しいのは手帳の兼ね合いですよね。障害者手帳っていうとあれなんですけど、障害者手帳を
持ってるか持ってないか取得するかしないかでもちょっと変わってくるので、逆に手帳を持っていなかったら、あの椅子を財保人椅子を、作るために手帳をね、あの取る方も多分いると思うんですけども、これちょっと手帳の兼ね合いとかで難しい、あのそのお子さんによって違うなっていうのもあるんですけども、私はですね、私は例えば、うん、なんだろうな、あの一般的に言うと子どもの運動発達的に言うと、大体お座りの獲得っていうのが6ヶ月から8ヶ月ぐらいっていうふうに一応言われてはいるんですけども、まあ、なのでお母さんたちって1歳過ぎても座れませんとか、1歳半になってもお座りが不安定ですみたいなところで私のところにこう相談があの来るんですけれども、なんか私的にはもうその子に財を獲得させたい、お座りっていう環境をあの提供したいと思ったらもう作り始めるべきなんじゃないかなと私は思ってます、個人的に、うん、そうそうそう。あとはなんかママが欲しいと思ったらっていうのはめっちゃざっくりなんですけど、っていうのが私はね思うんですよね、座らせたいみたいなっていうのがあの作る時期かなと思います。何歳とか何ヶ月とか関係なしに、あの財を獲得させたいと思ったらかなと思う。どう思う？そうですね、うん、俺もそうは思うけど、ね、うん、けど基本的にだからその何をさせたいかみたいなところにもなってくるし、でも何をさせたいかってお母さんたちも何をさせたいかがわからないっていうところもあるだろうし、でもなんかこう今この時期だからこういうことやってほしいな、他の子たちはおもちゃ遊んでるしみたいなところもあると思うから、なんかそういうのを全部加味して、まあ作る場合はご相談するのが一番いいのかなと思う。ピョン吉の声はみんな聞こえます？もうちょっとさ前来てくんない来てくんないとか言ってさ、なんかさ、聞こえてます。聞こえてたらみんなハート飛ばしてあげてください、彼に。うん。あ、聞こえてる。結構声通る方だった。自由自賛。はい、っていうのが、まあ、作る、私たちの思う作る時期の見解かなっていうのがあるんですけど、この間そのシーティングの父と言われる、まあそのね、ある工房さんのところに行って、でその方もう70代くらいの方なんですけど、もうほんとずっともうシーティング、もう日本にシーティングという文化を持ってきた方がいるんですね。その方に聞いてみたんですよ、私たち財保人を作る時期っていつなんですかねって、もうちょっと恐る恐る聞いてみたんですよ。私もこんな感じで、でも早い方がいい1個ぐらいそれは言い過ぎ、それは言い過ぎ。1個ぐらい早く早い方がいい。早い方がいいって言ってた。でもこれはちょっと言ってないから。どうしよう。あ、こんなのだっても。いや、早い方がいい。このままね、早く重力に逆らえた方がいいんだって、その方はおっしゃってたんですね。確かにこうではなかったけど。でもその時は私思ったんですよ。私低緊張の子供はこうですとか、発達がゆっくりなお子さんはこうですっていうライブをするときに必ず言うのって、お子さんの発達に大事なことは重力にしっかり体を逆らうこと、自分の体を自分で支えること、この2つは絶対に大事というふうにお話しますね。大事なことなのでもう一回言いますね。運動発達がゆっくりなお子さん、低緊張なお子さんっていうのは確実に重力に自分の体を逆らう姿勢を取ること、そして自分の体を自分で支えるということ、これ非常に大事になってくるんですね。っていうので、その方の、 あの一刻でも早く重力にちゃんと逆らった姿勢を取った方がいいよという意見はですね、あ、私あの、ね、あのちょっとおこがましいですけれども、あの同様の意見だなっていうのを思ったので、やっぱり早期から私たちってね、こう重力のもうグラビティの中でこう生きているわけなので、あの早期からお子さんを寝たままではなくて起こしてあげて活動性を上げてあげようねっていう考え方は非常に重要なのかと思います。なので、あの早い方がいいよっていうのはそういうふうに言われることなのかなと思います。まあ、手帳とかのね、兼ね合いとかもあると思うので、とてもよく聞こえますかって、はい、通るんでね。はい、というところです。はい、次、財保人のメリットは何ですかですね。これよく聞かれましたね。あとこれに通ずるものがあって、その財保人に座らせる文字モチベーションが湧かない、うん、うんうんうん、っていうのが結構来ました。
なんかその在庫時に座らせるモチベーションが湧かないってすごい、これ私のところに送られてきたのってすごい勇気がいるお母さんの一言だなと思ったんですよ。もう送っていただいたお母さん感謝ありがとうございます。はい、あの絶対大変じゃ大変じゃないですか。もうね、こうやってね座らせてあげてベルトしてなんじゃかんじゃやってって、あの まず持ち上げてなんかこう座らせるのもすごい大変だし、で皆さん多分そうだと思うんですよ。在庫時座らせるのめっちゃ大変、毎日3回みたいな、モチベーション湧かないと思うと思うんですけども、まあ、これに通ずるものがその在庫時に座らせるメリットがわからないっていうご意見がありました。多分このなんか在庫時に座らせることによる目的やメリットっていうのを、まあ、お母さんが少しでもお子さんに対して感じていただけたら、モチベーション、あの在庫時に座ってもらうお子さんを座ってお子さんが座ってもらうあのモチベーションっていうのはまた変わってくるのかなと思ったので、私たち PTOT が思うその在庫時に座るということのメリットについてお話ししていきますね。あのお子さんによっても違うと思うんですけども、私は先ほどあのお伝えしたやっぱり高重力位を取れるということですね。重力に逆らった姿勢を取れるということ、寝たところから起きてあの重力に逆らってお座りできるよっていうことがまず一つ。あとやっぱりこう体が寝たところから起きるんで、こう 体の循環がね良くなるんですよね。うん、あの心臓からねこう血液をバーッと出して、出た血液が体中に行き渡って、その血液がまた心臓に戻ってくるっていうような、体 あのメカニズムっていうのがこうあの活発になるっていうのと、あとは寝てるのと、大人でも寝てるのと起きてるのだとなんかぼんやりする感じって違いますよね。これあの医療用語で覚醒が向上するっていう言い方するんですけども、やっぱり寝てちょっとぶやんとしてるところからこう起きてシャキッとすると、結構在庫時に座らせると表情変わる子もいますよね。なので、まあ、覚醒の向上っていうところとかかなと思います。私的にはぴょんぴつさんはどう思う、在庫時のメリット。いや、もうこれシンプルに 僕はもうその機能的なところは上地先生が今言ってくれた内容かなと思ってますし、僕個人的にはそのシンプルにね、あの視線がまず変わるっていう、視線、目、はいはいはい、寝てるところから起き上がって、そうすると見える世界がまず変わるっていうところがやっぱりあると思うし、あの子供って世界観をこう広げていって活動範囲が広がるっていうのもあるし、で見える範囲が広がったことによって情緒的な文化も進んでいくっていうところ、情緒、心の問題、うんうん、でそういう 文化が進むっていうのもあるから、やっぱり視野が広がったり、うん、世界観が広がるっていうのはすごく大事なことだから、視線一つとっても変わるっていうのはすごくか、うん、あの子供たちにとっては大きなあの一歩だと思うから、僕は在庫時のメリットっていうのはそこに今お話の中にプラスっていうことであれば、うん、まあ、そういったところかなっていう、うんうん、であとはやっぱりあともう一つが、いわゆる それっていうのは、彼らにとっての世界観が変わるよっていうところで、あとは、QOL、うん、クオリティオブライフと言われる、ね、うん、生活の質っていうところですね、食事を一緒に囲めるとか、何かやってる時に、例えば兄弟児さんがいて、で兄弟が遊んでる時に横で寝てるんじゃなくて横に座ってて、うんうん、でその一緒の目線で何かをやるっていうのとかっていうのもすごく大事なことだから、うんうん、その一緒の目線、一緒の姿勢とかっていうのを、まあ、ある種経験とか体験をしていくっていうのはすごく個人的には大事なことなんじゃないかなと。大事、いやいいね、はい、さすが。基本的なところはもうお任せします、うんうんうん、本当そうよね。高齢者とかでもさ、ベッドに寝たきりでさ、ずっと壁を見てるような人がさ、車椅子乗せたりすると表情変わるもんね、やっぱね、視野が変わるからね。こうやって寝て、仰向けでこうやって寝てるのと、座ってこういろんなところ見れるのって、全然違うもんね、見えるものがね。はい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 。でさ、あとさ、その座寝てる時の OT だから聞くけど、OT だからっていう言い方もあれなんだけど、ごめん。寝てる時にのおもちゃの遊び方と、座らせてあげた時のなんつうの、この上肢の操作性っていうの、うんうん、っていうところでは どうなのやっぱり、まあ、だからなんか例えば寝てて、うん、どれぐらい高重力位に持っていくかっていうのもあるし、うん、まあ、寝てるところでしっかりこう高重力位に持ってって線虫線を固めてとかっていうのがあったりするんだけど、うんうん、でもやっぱり体が起き上がって血行体がある程度こう落ち着いてる状態で操作するって、うん、ここね、見える範囲がね、うん、そう、こういうポジションになったりするから、寝てるとここまで持ってこないと目に入らない。しんどいよね、確かに。そうそうそう、はい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 、例
えば僕夜よくスマホで仕事したりするんだけど、寝ながらこうずっとスマホいじってるとすごい腕とか疲れる。疲れる。でも、座ってる時ってなんだかんだずっといじってられる。わかるわかるわかる。やっぱりその、操作性が向上するっていうよりかは、安楽な状態でおもちゃでずっと遊び続けられるっていうのが、財宝寺ってやっぱり楽な姿勢を取った状態で姿勢をキープするっていうところが、めっちゃいいこと言った今。今一番いいこと言った今までで。はい、だそうです。皆さん、大事だそうです。はい、まだ、もう一回言って、今大事だから。楽な姿勢で、要はその、ずっとその何か操作し続けると、まあ、そういうことになるから、だから、まあ、結局僕らが楽だと思ってる姿勢とかが、まあ、本来その、財宝寺が必要な子たちにとっては、まあ、苦痛な姿勢かもしれないけど、慣れていけば、それはもちろんその、ある意味では、手の操作性とかっていうところでは、楽な姿勢につながっていくし、大事、部分的なところでのこう楽さっていうのは大事なことだから、いや楽さはねマジで大事だと思う。楽だから活動ができるようになるもんね、はいはいはい、あめっちゃいい、今のめっちゃいいわ、さすが。ちょっと個人的にメモっていい今の。はい私も言いたいそれ、楽な姿勢、はい、はいはいはい、オッケーオッケー、ありがとうございます、いいですね、はい、っていうところが私たちが思うその機能的なところと情緒的なところや視線遊び方、っていうところが広がっていくよっていうところの私たちが思う財宝寺のメリットでしたね。なので、まあ、今日もちょっと座らせるの大変だなとか思うけども、実際にこう座らせてあげた方がこの子の視線とか変わるよね、遊び方って変わっていくよね、もしかしたらね座ることによってちょっと唾液の関係性とかでしんどくなることもあるかもしれないんですけども、楽ちんな姿勢っていうのを提供してあげて遊びやすくしてあげるっていうのがいいのかもしれないですね。はい、いいですね、 OK。 はい、あとは、はい、次、財宝寺を見るときにどこをポイントにしてみたらいいんですか、あとは、まあ、財宝寺を選定するときのポイントを教えてくださいっていうのをよく聞かれますね。今回の質問ですごい来ました。まあ、要は何を重視して財宝寺を作ったらいいのかっていう質問ですよね。これ難しいよね。なんかこれ来た時に思ったんですけども、正直その子によって違うなと思いました。それってやっぱり財宝寺を作る目的ですよね。目的がどこにあるのかかなと思ったんですよね。さっきこう話したメリットっていうのはたくさんあるんですけども、じゃあどうしてその子に座らせて何をさせたいとか、ご飯を食べさせたいよ、遊ばせたいよとか、そういうのいろいろあると思うんですけども、なんか財宝寺に乗る目的っていうのをセラピストの方と家族の方っていうのがこう共通認識を持っておくっていうのが大事かなと思いました。だから例えばね、お尻がこうフィットしてるのが大事ですよとか、肩がなんちゃらが大事ですよとか、角度がなんちゃらが大事ですよとか、いろいろそのいわゆるシーティングの基礎ですよね。シーティングの基礎的なところはもちろんあるんですけども、大事なのって座らせたその先にその子に何を提供したいか、何をさせてあげたいかだと思います。だからポイントはその見るポイントっていうのはね、いくつもあるんです。足がどうとかね、そういうところは、担当のセラピストの方が細かく教えてくれると思うんですけど、大事なのって座らせた先の話かなって思っちゃうけど、ちょっとざっくりしすぎ。いやでも、そうだと思いますね。どう思う、ポイントは どうですか。数々、僕今の仕事になってから財宝寺ってあまり触れる機会がなくなったんだけど、でも財宝寺に座ってる子どもたちの施設さんにこう訪問したりとかっていうのを、今は多くやってるんですね。行くたび思うのが、座った時にやっぱ表情が変わる。僕はなんかそれが一番かなみたいな、その合ってる合ってないっていうのは、もちろんその大事なことなんだけど、それはもう姿勢 その、例えば二次障害とかが起こらないようにしっかりサポート入れましょうねとか、そういったところがその機能的には大事なところだと思うんだけど、結構子供がそこに座って楽しめるかとか、何かその座ってることで、例えば何も渡されず僕らが縛り付けられてずっとこのまま1時間とかを置かれてたらそれは嫌だと思うんだけど、普通だよね。そう、でもなんかその座ってる、さっきも話したんだけど、その
楽で、かつ、例えばその今話してたその先何がしたいのかっていう、例えば 食事の、操作性を上げたいとか、例えばここでおもちゃで遊んでもらいたいとか、でこっから今度は、何かね、別の在庫時じゃない椅子に座っていきたいとか、いろんな要素がそれはあると思う。レベルアップね、段階を上げていくみたいな、だからその段階に応じて、今必要なものをまずやっていくみたいなところが大事なことじゃないかなと思うから、そのポイントっていうよりかは、お母さんのニーズとあと子どもの今の現状と合わせて考えていくっていうのが僕はある種のポイントなんじゃないかなと思う。すごいね、なんでそんな100点の答えをそろそろ言えるの。やってた？やってないやってない、やってないけど、いろんなものを見てると、そう思うし、やっぱりなんかその素は、例えば同じような感じのこう財務人みたいなやつがあって、僕が見たのはね、座らせるの間違えちゃった。その本来こっちに、右に座らなきゃいけなかったの A 君の財宝人を B 君の財宝人に乗せちゃったみたいな、その時に子供がすごく愕然としてようとしてて俺のじゃねえみたいな、そう、なんかすごく居心地が悪いみたいな感じになってて、で、どうしたのっていう話をした時に、なんかを言いたい、でも言えない、でもなんかいつもよりすごい動いてる、で、よくよく見たら、あ、これ椅子がもしかして違うのかなみたいな話になって、他の職員さんが、僕の施設じゃないんでね、他の職員さんが気づいてくれて、あ、これなんとか違うじゃないみたいな感じになって取り替えてくれたんで、で、その時に、あ、なるほどねみたいな、やっぱり嫌なんだなみたいな感じの、その僕らって自然にこの座りやすい椅子とかってこう選択できるんですけど、でも位置とかもね、こうやってね、そうそう、でも例えば在庫時に座るお子さんって、その要は座り直しができなかったり、いろんなことがあるから、やっぱ座って、いや楽しいな、ここにいて心地いいなって、まず思えることが大事じゃないかなと。確かに。でもさ、それさ、A 君と B 君を間違えたってことは、多分似てるような在庫時だったんだよね。ほぼ同じ在庫時だったんだけど、でも居心地悪いっていうことは、やっぱあるんだろうね。その子にはその子にこう適したフィッティングとかね。はいはいはい、なるほどね。だからそれが多分シーティングとか、そういったところなんでしょうね。型取りとかね。ああ、いいですね。まあそういったその乗せた時に子供が楽しそうかどうか、居心地が良さそうかどうかっていうのも見るポイントとして大事だねっていうお話をしてくれました今。はい。じゃあ次、角度の話いっちゃう。はい。はい。これね、ちょっと抽象的な質問なんですけども、どの角度にしていいかわからないっていう意見がありましたね。角度ね、いろいろ角度変えられるんですよ。ティルトとかね、こうリクライニングとかで、あの在庫時のこの角度を変えられたりもしますし、全体の角度をこうやって変える、背中だけこうやって変えるあのものもありますし、角度、そのお尻から全体的にこうやって変えるようなあの角度の変え方っていうのもありますね。ティルトとかリクライニングとかいう言い方もあるんですけども、あとこの背中の部分を後ろ背張りがついているものであれば、この背張りをグッと張ることによって、この背中のところをグッとできたりとか、背張りをこう緩めたりしてちょっと丸くするみたいな、そういった角度を微調整っていうのができるっていうのが在庫時のすごくいい特徴かなと思います。はい。笑ってんの？私がこんなことやったか笑ったのかと思った。ねえ。ちょっとそのタイミング見てなかったよ。え、嘘、見たの？はい、いいです。はい、で、すいません。あ、で、それをどういう角度にしたらいいかわからないってことなんですけど、いやね、わかんないと思う、お母さんたち。わかんないよね。めっちゃ細かいしね。でもなんとなく、例えば吸引がすごい頻回なお子さんとか、流れ込みがあるよとか、あの食べるときはこの角度が食べやすいよっていう日常生活ですね、 ADL の中のなんとなしの角度っていうのはお母さんがあのご存知だと思うんですけども、でもやっぱりセラピストではないので、この角度でこの器官の位置がこうなるとか、あのどの角度で食べやすいとか、側腕のなんちゃらがこう矯正されるとか、そういうのってね、私やっぱ担当のセラピストに細かく見てもらうのがいいと思います。うん。で、どの ADL、 あ、そのどの日常生活の中、どの日常生活の動作の中でどういうやりにくさが出るか、苦しそうとか楽しくなさそうとか、なんか表情が違うとか、何の日常生活動作の中であの角度による弊害が出るかっていうのを整理しておくといいかなと思います。はい。で、かな、あと、あの私
ちって私たち大人ってあのいつも角度って違うじゃないですか。あのこうやって話してる時も違うし、ご飯食べてる時も違うし、パソコン打ってる時も違うし、みんな同じ角度で生活ってしてないんですよね。だからお子さんも在庫地に座ってるお子さんもそうなんですよ。さっき彼が自分で調整できないんだよって言ったのがすごいキーだと思うんですけども、在庫地に座ってもらってるお子さんってやっぱ自分で調整できないから、でその日常生活動作の中でより 何の時に何の角度がいいかっていうのを一個一個細かく見ていく必要があるのかなと思います。でもそれを全部お母さんたちが考えるの大変だから、担当のセラピストの方と一緒に考えようねっていうような感じかなと思う。どう思う？いや、もうそのまんまかな。うん、もうし、さっきの表情の話。うん、そうだよね。多分苦しい時ってこういう表情するっていうのがお母さんなんとなく分かってくると思うから、これぐらいの時間になったらちょっとリクライニング受けてあげた方がいいかなとか、キルトしてあげた方がいいのかなっていうのは子供がアウトプットしてくれるようになってくるんで、やっぱり回復会とかそういうのがあったりとか、あとはもう、そういう表出がないお子さんとかもいらっしゃるんで、そういう場合は例えばあの時間で、ね、変えてあげたりとかね、ちょっと背抜きとかしてあげるだけでも全然違うし、はいはいはい、とは思うかな。大体30分ぐらいで血流があれしてくるんだよね、うんうん、あの褥瘡というかその何、血流、筋肉とかの体の血流がだんだんこう滞ってくるのが30分ぐらいと言われるので、まあ、あとはあとそのお子さんの体の状態ですよね。やっぱりね、側弯があるよとか流れ込んじゃうよとか唾液が流れ込んじゃうよとか、そういうのにもよると思うので、担当のセラピストに一生懸命評価してもらうのがいいかなと思います、うん、はい。あとそこにね、お母さんたち の, その日々見てる、うん、あの要素っていうのをしっかり入れてもらって、うん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 、セラピストはあの間違ってるとは言わないけど、セラピストもその時間帯で見れる、ところっていうのが限られてるし、うん、その時調子いい場合とかもあるから、はい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 、だから普段こういう様子の時があってみたいな、うん、最悪の状態をセラピストに伝えて、うん、そういう場合はどうしたらいいのかなっていうのをちょっと相談してもらう、もしくは例えば動画を持ってって、うんうん、なんかこうなっちゃうんですよ、はいはいはい、何分ぐらい寝てるとこうなっちゃうんですとか、はいうんうん、そしたらその時の角度がどれぐらいでとかっていうのをちょっと具体的にそこでディスカッションしてって、あ、これだとちょっと唾液が流れ込んじゃって苦しそうなんだねとかってなるかもしれないし、うんうんうん、あ、この時もうちょっと起こしてあげた方がいいかもねっていう、そこからまた話が発展して、だからお母さんたちからの情報って僕らにとってはものすごい大事よね、あのね、レントゲンとかそういうレベル、わかる、うん、わかるかなはい、ありがとうございます、はい、なんかいいね、私の足りないところをやっぱちゃんと補ってくれる人よね。ありがとうございます。多分あれよね、知識の量が多いから、私がその例えば今ある10 の, こ, の, こ, こ, のここで10の話しようねっていうのの、私が先に6ぐらい言うじゃん。それをさ、カバー 4以上のカバーをしてくれる人だよね。ありがとうございますなんだよ、大変恐縮です、はい、さあ誰が安定した、はい、あとは財が安定してできるようになったらもう財保じゃ使わない方がいいのかという、大変大変興味深い質問ですよね。これめっちゃ面白くない、この質問。面白いね。どう思う？いいね、この質問めちゃくちゃ、これだけで1時間ぐらい話しそうだね。そうだね。財保じ、そのってことはレベルが上がったってことですよね。うん、お座りができるようになりました。じゃあ財を保持する機能がついている椅子は使わない方がいいのか。ああいいですね。まあその財の安定性にもよると思うんですけども、目的がずれてきますよね、財保持装置の。もともとは財を保てない子が財を保つために作られた椅子であってっていう目的であったとしたら、財が保てるようになった、シンプルにじゃあいらなくないって思うんだけどじゃあ別のステップアップした椅子にしたらいいのかなって私は思いますね。うん、どう思う？いや、そう、その身体機能が上がってきたからいらなくなるっていうケースっていっぱいあるじゃないですか、うん、まあ、僕もそうですけど、うん、例えば自分は車椅子だった、でそこから松葉杖になった、うん、で今やっと歩けるようになってる、うん、で装具は使うけど歩くかっていうような状況になってるのと一緒で、段階っていうのがあって、この段階になったらこうなろうねっていうのはあるし、ただ僕これ本当にね、すごいいいなと思って、いい質問だったなと思ったのが、うん、で今こう聞いてね、うん、こ, れこの
本番直前まで知らないからね。そういうやつだっけ。そうそう、で、思ったのが、人間ってこう新しい活動とか難しい活動をするときって、うん、ちょっと前の段階に戻りたくなったりとか、例えば、うん、なんていうのか、うん、ちょっとリラックスした姿勢でやりたいなとか、ストレスかかるやつとかって思ったりするときがあるじゃん。ちょっとなんか疲れたからこうダバッとしたいなみたいな感じのときとか、うん、僕いまだに車椅子たまに乗りたいなと思うよね。で、なんでかっていうと歩くのが疲れちゃうから、で、座ってることが段階として上がってきたから、じゃあもう在保持装置を寄せて、うん、でよしもう普通に単座椅で座んなよみたいなとか、うん、もう床で座っちゃいなよみたいな感じでやってると疲れてくるから、うん、絶対、はいはいはい、疲労だよね。そう、でその疲労感が強くなるんだったら、例えばどれぐらい経ったらその在保持にちょっとまた座ってもいいみたいな、そこ的なね、はい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 、使い方とかでも僕、ね、はいいんじゃないかなと。はい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 、はい、ただ、うん、フィッティングが全然合ってなくて、それが二次障害につながるような状況であれば、使わない方がいいと思う。はいはいはい、なるほどね。あ、めっちゃいいじゃんそれ。段階を落とす時のなんつうの、予防策対応策として、段階上げる時ね、上げる時の、はい、段階上げる時の自分のこの身体疲労が疲れちゃったよみたいな時の予防策、そうそう、対応策として持っておくみたいな。あ、めっちゃ分かるかもそれ。あの離乳食、ちょっと話変わるけど、離乳食の食形態上げる時のアドバイスも私そうするわ、結構、うん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 、一気にやっぱ中期食から後期食にガンってもうまるっきりあげましょうはしないからやっぱ疲れちゃうから、うんうん、後期食一品にしてあとは中期食にしようねとか、うん、そうだよね、なるほどね。あ、ちょっと私のさっきの前半の意見は割とスパルタだった。じゃあ、いや、多分そういうケースもあるじゃん、うん、例えばそう、これを、うん、この在庫時はもう状態的にも合わないし、レベルも上がってきたから、うん、じゃあもうこのまま一気に進めた方がいいケースだねっていうケースってあるじゃん。ある。だからそういう場合はやっぱり うん、使わないで、要はそこにあることによってそれにまた戻っていきたくなるっていう気持ちがあるから、逆にそういう場合は、うん、例えば市販で売ってるなんかね、その在庫時に近いものとかを準備してあげて、で、要はサポートが少ない状態のものに切り替えていくっていう形。あ、なるほどね。例えばさ、そしたらさ、その元々の在庫時のちょっと骨盤のサポートをなくしてみるとか、肩ベルトをなくしてみるみたいな、そこの在庫時をグレードアップさせるっていうの、難しさ、オプションを外していくみたいな。あ、そう、うん、シンプルにね、シンプルに外していくみたいな、サポート外していく感じ。そう、うん、で、そうすると、うん、なんていうのか、うん、まあ、座椅子みたいな感じで、座椅子みたいな形で使っていくっていう状態であれば、うん、サポートが少なくなってるから、うん、座ってるのがそんなに楽じゃなくなっていくと思う。で、やっぱりそのさっき話してたのは、うん、だから次の段階があるから、次のステップで何したいかによって、今これが活動の邪魔をするんであれば、今その活動をするときは外した方がいいよねとか、はいはいはい、今これに座んない方がいいよね、うん、だけどその活動が終わったらちょっと楽になりたいから、はいはいはい、じゃあその時ちょっと座ればみたいな感じの時に使うと、うんうんうん、はい、優しい考え方が優しいよね、やっぱすごいね。なんか私はさ、いや頑張れよみたいな、おいそてそてみたいなこれ優しいよね、やっぱね。やっぱこれなんだろう、 PT と OT の違いなのかな、ちょっとこうあの筋肉バカみたいな全国の PT を敵に回しちゃったよ、大変なことになる。いや、そんなことないと思う。これは多分僕が実体験があるからっていうね、その動けないとか、あれに座りたいのにとかって思っても、それをスパルタでやってきた。だからまあ良くなったっていう部分もあるけど、でもやっぱりそれがしんどいお子さんも周りにはいたし、でそれをやっぱ見てきたからこそ、なんか、あ、こういうケースは戻してあげた方がいいんだなとか、あ、このタイミングでちょっと楽にさせることによってもう一回トライできるチャンスが生まれるんだなっていう場合はいいと思う。リカバリしてね。そう、うんうんうん、っていうのが僕の意見かな。あ、どっちにしても段階が上がっていくのはいいことだから、うんうんうん、いずれ外れていけばいいとお母さんたちも多分思ってるだろうし、うんうんうん、だからそういうところは狙っていければいいんじゃないかなと。はい、じゃあ在保持椅子、あ、在保持ができるようになったからといってはいおしまいではなく、そこのな、まあ、逃げ道といったらあるかもしれないですけどね、ちょっと楽ちんできるようなものとして持っておくっていうような、白黒じゃなくてね、ちゃんとこうグレーなところもあってやっていけたらいいよねっていうような、優しい OT 病気中の実体験をもとにしたご意見でした。素晴らしい。はーい、はい、在保持使うまでもないって話してる、はい、うん、はい、あと
とはこれも結構多かったですね。手帳を持ってないお子さんとか、あとはその財布保持装置を、まあ、要はそのなんていうのかな、ちょっとこうなんか仰々しいような財布保持を作るまででもないんだけども、財が取れない、なんか財布保持作るまででもないんだけど、なんか市販のものとかで補えないかなとか、財布保持以外のものでなんか補うのってののものって何かありますかっていうご質問でしたね。ねえ、結構ね、その財布保持っていろんな会社が作ってるんですね。その工房さんとか会社とかがこう作っていて、しっかり固定が必要な、もう全然ちょっと寝返りとかも自分でするの難しいよみたいなお子さんが座るようながっちりとした財布保持もあれば、ちょっとこうサポートがあって、もう本当に定型ので発達してるお子さんが座るような椅子にちょっとなんかこう骨盤のサポートがついてるような、軽めの椅子とかもあるんですね。そうなんだけども、でもね、全部財布保持なんですよ、うん、手帳で作る財布保持だから高い、10万とかね、15万とかしちゃうような椅子っていうので、なんかおすすめありますかみたいな感じ聞かれたりするんですけども、やっぱそのお子さんの身体機能によってなんですけども、むずいよねこれ。私とかは結構0歳から2歳のお子さんと関わることが多いので、なんか市販で売ってる椅子にママにこうバスタオルとかくくりつけたり紐で縛ったりとかして骨盤サポートにして、まあ、要はお手製のものを作っちゃったらどうですかとか、ここにこういうのにつけたらどうですかみたいなお話をすることが多いんですけれども、どう思う？でもそう、そうなっちゃうから、作り出すみたいな財保持をなんかそう作り出すみたいな感じ。そうだね、なんかいろんな、それこそ、ウレタンとか、いろんなものって手に入れられないことはないから。どこで買うのウレタンって？ですね、それはホームセンターとかあるし、あとは、それこそその工房さんとかでもね、販売してくれるっていう。はい、言ってましたね。なんでそういうところで、調達してもいいと思うし、でも別にそんなわざわざそれを買ってっていうことをしなくても、言ったら身近にあるものが一番多分いいので。そうね、バスタオルとか。バスタオルは結構対応します。使うよね、めちゃくちゃ対応する、バスタオルもそうだし、そうですね、ウレタンとかも多分、いらない布とか。 あとね、私ね、あれよくやってた。その詰める意味でクッション、この椅子のなんか隙間とかを詰める意味でネットあるじゃない、洗濯ネット、あれにスポンジとかをめっちゃ、スポンジ、早いんだけど、早いよ、はいはいはい、まだまだ、ね、お洗濯のネットにスポンジとかめっちゃ細かく切って入れて作ってたりとかしましたね、はいはいはい、やりおりますか？やりますやります。ただね、あれね、ちょっとポコポコするんだよね。あ、するそう、でもあれが心地いい子もいるから。そう、まあ、それがもっとあれ言うのがウレタンとかだよね、だから細かくすればね、ウレタンをとか、を細かくすればそのボコボコ感が少し出るし、傘を増してそう、ね、で細かくすること。そうね、なんか本当に今自分も宣伝するわけじゃないですけど、本当にいい時代なので、私そういうなんか財布保持作るまででもないって言ったらあれなんですけども、財布保持ではないけれども、なんかこう椅子に普通のお椅子に座るのが安定しないお子さんとかに、結構オンラインで、あ、ママちょっとこれをこうバスタオルこういう風に丸めてこういう形にして紐でこういう風に縛ってここにこうやってあげようかみたいなのをオンライン面談で私お伝えできるんで、はい、っていうところですね。あとストローめっちゃ切る。ストローめっちゃ切る。あ、中に入れるの？それで、布の中。布？ただめっちゃストロー使うから。あんまり環境に良くない。あんまり良くない。今はあんまり良くないね。そうだね。昔は。はいはいはい。あとさ、私これ話したい。ケイさんのこれ、保育園の椅子。はいはい。はい、保育園の椅子。はい。いい？いや、ぜひやっていただきたい。はい、ぜひ話したい。はい。ですね、今度はちょっともう時間があと10分ぐらいになってきちゃったんであれなんですけども、保育士さんからいただいた質問で、これね、もしかしたら今日保育士の先生とか見ていただいてるかもしれないんですけども、保育園
園の椅子が、保育園の椅子でやっぱりみんながみんな同じ体型とか同じような身体能力ではないと思うので、おそらく足台を置いたりとか滑り止めしたりとか高さを変えたりとかなんかいろいろ調整されてると思うんですけども、でもやっぱりお尻が前にずっこけてきちゃうよとか、なんかお尻がずれちゃったり、あとはなんか落ち着いて座ってられないよとかいうことがあるんですけども、どうしたらいいですかっていうのは現場からの声ですね、これは。で、保育所とも、で、このスーパー OT ぴょんきちはですね、保育所等訪問というですね制度を使って児童発達支援の施設の OT なんですけども、保育園とかに訪問に行ってるんですよ。訪問に行ってこうアドバイスをしているっていうの、幼稚園とかね保育園に行ってやっている訪問してるんですけども、まあ、その中でね、あまたのこう保育園校とか幼稚園校とかの姿勢をねいっぱい見てきて、いろんなことをこう椅子に関して、ね、思うところがあるみたいなんですよ。そう、どうなんですか保育園の椅子事情、幼稚園の椅子事情雑？それで、その質問で来ると多分なんか幼稚園でディスってみたいな感じになってしまうから待って待って、質問の方で、いいんだけど、なんかその、うん、いやまさしくそのおっしゃってる通りね、子供ってその、個体差がすごく大きい、はいはいはい、大人みたいにその歩いて大人でもすごいね、うん、大きい人もいれば小さい人もいるのと一緒で、子供も同じじゃないですか、でも椅子一緒なんです。あ、保育園の椅子って全部一緒なの？全部一緒、なぜか重ねないとしまえないし、はい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 、っていうのもいろいろあって、だからなんかその なんでそうなってるかっていうのはちょっとこれから事情聴取じゃないけど、ちょっとお話を伺っていってで、もうちょっと取り組んでいくんだけど、でも足がもう中ぐらりの子もいれば、うん、もう余っちゃってる子もいるし、うん、それこそずっこけちゃってる子もいるし、で、やっぱりねそれが原因とまでは言い切れないけど、やっぱそういうのでこうで僕もさっきから全然座ってる人落ち着かないの、これ椅子合ってないんですよ、そうで、やっぱり合わないとこうやってずっと人間って動くんですよ、合わせようとするから、で結局いろいろやってるうちにあの子落ち着かないねとか、はいはいはい、あの子話聞いてないよねって、いや聞けるわけがないんですよこれ、だってもうお尻気になっちゃうし、姿勢気になるし、ちゃんと座ろうと思ったらいろいろ座り直さないと、なかなか安定もしないから、でなった時にそれって子供の要因だけですかっていう話じゃない。でだから別にこれは先生たちが悪いわけでは全くない、だけどやっぱり椅子っていう環境が操作してるケースもやっぱ多いし、はいはいはい、だからその幼稚園の椅子とかっていうのに何か介入をしたいなっていうので、この間ねお話しさせてもらって、そうそう、どうにかならないのかなっていうことでご相談させてもらったので、はい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 、彼はね保育園を変える男ですよ、幼稚園を変える男ですでもさ、そうだよね、子供が悪いんじゃないんだよね、多分その落ち着きのないのってね、環境がそうさせてんだよね、そう障害という言葉と同じだよね、その子が障害を持っているんじゃなくて、環境や世間が障害とさせているというところだよね、その椅子自体が障害の可能性があるからね、そうだよね障害物みたいな感じで、ね、そうだからさ、それをさぴったんこにさ、その子にでもさ、やっぱ保育園とか幼稚園にその子一人一人の椅子をさ、ね、全部じゃあ A ちゃんの、このこれは A ちゃんの椅子、B ちゃんの椅子みたいな感じするのはさ、やっぱちょっと難しいよね、どうしていったらいいんだろう、そういうのって。だから、これはどこまで話そうかな、いい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 じゃないって言ってなんか私がどういう話するのか分かんないけど、あなたがどういう話するのか分かんないけど、そうっすね、なんかその椅子をどう変えるかっていう、僕らが作っていけるのってその受給者証を持っているお子さんとかに限りみたいなところ でそれをやっぱ先生たちが見てもらって、あこういう風にすれば これだけでちょっと変わるんだみたいなところって結構あるんですよ。だけどそれがじゃあ来年も同じかとかって言われると、いやその高さ違う可能性が出てくるとかっていろいろあるんで、なんかセッティングしなきゃいけない場所とかポジションっていうのとか、ここがフィットしてないといけないよねみたいなところとかを先生たちとこう一緒にディスカッションしながら、あこの子座れてない原因はまずちょっと環境を疑ってみようみたいなところからスタートしていければなと
でそこでだそこでもうちょっと違うなってなったら、うん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 、例えばあこの子の特性かもしれないっていうふうにあの次のステップ潰していくのね。そうそうそう原因をね。あいいね好きよ私そういうので、うん、まあ今考えてることとしては、うん、今ねそれこそデザイナーの募集がかかってたからあのそれ制作会社さん、うん、に応募して応募したんですよ僕が。すごいね。そう応募してすごいね。椅子作らせてくれないですかみたいな感じで、それ何 OT としてってこと？何で撮ってくれるかわからないけどとりあえず僕 OT っていう仕事をやってて、はいはいはい、もうこんなこと変えたいんですよみたいな感じで。俺は世界を変えるピョン吉だぜって感じ。そう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 。本当かそう育ってる。そんなことは言ってないけどとりあえずそうそうそう幼稚園の中 の, その子供たちで、あとはその財宝寺までは行かないんだけど、だけど今子供たちの例えば身体能力がちょっと下がってきてる。下がってるよね。そうそうそう、下がりまくってるよね今。そうでパッと見た時に、うん、なんで座れてないんだろうなこの子とか、うん、なんであんなこんななっちゃってんだろうなとかっていうのがやっぱ見受けられて、はいはいはい、子供ロコモだね。そうそう、うん、でまあ、もちろんその疾患ベースみたいなお子さんもいるんだけど、うんうんうん、でもまだその何も手立てがないっていう状態のお子さんとか、それこそ上吉のライブ見てるあの人たちの中にもやっぱそういう人たちって多いと思うんだけど、うん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 、でもそういう人たちってじゃあ在庫時取れるかっていったら取れないし、障害者手帳取れるかっていったら取れない、取れないね、で、うん、かといってじゃあ提携ラインのそのものを提供した時にそれが合わないっていうことが出てくるから、これのちょうど中間地点をなんとか作れないかなっていうので今制作所さんに、はい、俺を撮ってくれって言って、すごいね、撮らなくてもいいからなんかそのそう作るのになんか協力させてもらえないかっていうのを話して、はい、で工房さんにもなんかアドバイスいただけないですかって言って今ちょっと動き出した。いやいいですね、うん、ぜひ亀吉もはいはいもちろん工房の所長として、工房として私が所長なの亀ぴょん工房にしようかじゃん。そうですね、名前は。でも本当にそう、幼稚園の先生たち、ここに気づいてる方って、うん、意外といると思うんですよ。はいはいはい、いるけどどうしていいかわからないっていうのが多分 ね、実情だと思うから、うん、はいはいはい、今僕この保育所等訪問支援っていうサービスをかなり力入れてやってるんですけど、やっぱりね、幼稚園の中に入っていろんなアドバイスをさせていただいたりとか、先生たちの生の意見を聞けるので、すごいよね、うん、それね、いいよね、すごい、いいサービスだなと思いますね。いや未来を変える OT ですよ。私はね、どちらかというとこうオンラインで活動してる PT なんですけど、彼はもう地域からね日本を変えていく OT だと思うのでみんな OT ピョン吉をフォローしてね。なんもないよ。まあ、インスタなんもないね。ディスる。コメント読んでこうか、そしたら、はいはいはい、すごいよコメント。あ、ね、見てピョン吉さんが思ってたよりもイケメンでした。思ってたラインがどれくらいありがとうございます。いいな。スクショタイムは後で残しましょう。我が家は3万7千でした。医師の意見書も5千円くらいです。高いですよね。キャスパーアプローチについて詳しく知りたいです。キャスパーアプローチについて話すとちょっと長くなっちゃうかな。また今度話していこう。ねえ、私さ、これさ、膝がさ汚れてんだけど、ジーパンが外れる。これさ、それこそさ、私これ今足がつかないから足組んでるんだよね、うん、あ、いらなかったね今の情報。はい、1歳半でお願いしてできたのが2歳前です。やっぱ半年ぐらいかかりますよね、財宝寺はね、うんうん、はいはいはい、サイズ合わなくなっちゃったりね。そうね、そこなんだよね。2歳以降かな。あ、前財保寺作るまでは病院からの簡易の財保寺を借りていました。そう、借りられないところもあるんですよね、療育とかね。2歳以降かなと言われていて、まだ作っていません。今クッションチェアを借りてるんですが、太ってきてチェアからねつむたんだよね、この子めっちゃ可愛いよ。つむたんっていうね、めっちゃね、ムチムチのなんだけど。そうね、クッションチェアって結構ちっちゃい子向けだから。でもこのお母さんね、ポジショニングすごい上手なんですよ、うんうんうん、バンビーナでは限界ですかね。どれぐらいの再能力かにもよりますよね、うんうんうん、はい、息子がシャフリングベビーでしたが1歳半で歩けるようになりました。素晴らしい。リハが終わりになりますが、今後気をつけなければいけないことを教えてください。
ちょっと今日の話とは変わってきちゃうかなと思うんですけども、まあ、今何に悩んでるかかなっていうところがありますね。悩んでるところとかをちょっとご連絡いただけたらなと思います。手帳取得前は既製品のベビーチェアを工房さんに依頼して細工してもらいました。ベビーチェアが小さくなり手帳も申請できてバンビーナを使用してます。はいはい。2歳になりますが新書手帳はまだ様子見ましょうと言われてます。財保人さんもちろん今後帰ると手帳ないときついものありますね。そうですね、取れないんだよね、明らかな。そう、もうこれはね、お医者さんによりますね。手帳はもう手帳と年齢の兼ね合いはね、お医者さんによるんですけど、私は結構ご利用しでお医者さんに言っちゃったりとかねしてたんですけど、難しいですね。うん、財保時の相談をしたい場合はオンライン面談ですか。あ、ちょっと待って、これ全然違うね。ちょっと待って、どこだ。いや、もうですね、この作品に姿勢が変わると、あ、視線、あ、視線の話だ。さっきの視線の話良かったよね。あ、視線ね、うん、視線意外とみんな、姿勢ばっかりに切り取られちゃって。おー、うまい。今、姿勢と視線が違います、違います、違います。いや、本当にね、違う違う違う、そういうことじゃない。ピョン吉やったな。親父ギャグじゃないよ。いや、本当にね、最近めっちゃおっさん化してるから言うことが。いや、ね、本当に視線、姿勢が変わると何が変わるっていうところになるからね。頭の位置がまず変わるっていうね、うん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 、もう見た目変わるしっていうところで、うんうんうん、それをちょっと見ていくと、あ、すげえキョロキョロしてんなとか、あ、すごい首動き始めたなとか、多分いろんなことに気づくことが多いからね、うんうん、視線は本当に大事。今度視線についてのインスタライブやって、じゃあ。無茶ぶりじゃないかな。もう拒否できないこのさ、状況からさ。やってやって、見に行くよ。ね、うん、勉強しておきます。はい、はい、みんなと見てる景色を共有できるって大事ですよね。大事、いや、めっちゃ大事。右上肢に麻痺があるのですが、財保時に座るとテーブルの上が両手で視界に入るので両手を使って遊べるのがいいです。いいですね。めっちゃこれこれね、これいいね、いいね、ためになります。財保時なかなか座るタイミングや時間などどれぐらいで座らせていくか悩みます。さっきちょっとお答えしたかな、ぴょんきつさんが思ってたよりもイケメンでした。ぴょんきつさんもういいよ、もういいよ。スクショしてみなよ、これ。あれは家宝にしときよ。家宝にしときます。皆さんありがとうございます。両手が使えるのも大きなメリットだなと思います。はい、すいません、怒ってらっしゃいます。これ今、ナッツの iPad 使ってるんですけど、コメント飛んじゃうんですよ。これさ、とか言って、今のパワハラですね。はい、両手が使えるのも大きなメリットだなと思います。手の使い方が上手くなると、認知機能も疲労して上がってくると実感してます。手の使い方が上手くなると、認知機能も上がってくる。でも、もちろんだから使う幅が広がっていくから、うん、もちろん認知というか、うん、その知覚が変わっていく。はいはい。知覚っていうのは感覚と、なんて言ったら、いわゆる認知みたいな、ね。認知ね。はいはいはい。安楽大事、わかりやすい。さすが PT さんの視点、OT さんの視点、両方が聞ける。素晴らしい。ありがとうございます。よかったね。一緒にやってよかったね。いや、本当よかったです。よかったよかったよかった。嬉しい。本当ね。うん、何も準備なく今ここにいるからね、本当にドキドキだったんですよ、うん、ちょっと今日ライブやんねっつって。はい、通所で働いてるナースです。財保時がなくバギーのみの場合でも、その子に合わせたバギーであれば長時間の財保時大丈夫ですか。その子の状態にもよると思います。そのお子さんの状態にもよると思うので、まずは長時間がっつりいきなり座らせるのではなく、時間で評価を区切っていく、あ、時間を区切って評価していくのがいいかなと思います。財保時できてた方が体調不良時のリカバリーは早い気がします。ああ、いいですね、こういう件ね。ぴょんきさん、素晴らしい。子供のことをよく見てくださってるのが伝わります。ありがとうございます。27週 783g、男の子を出産しました。今、1歳9ヶ月がですが、言葉がすごくて、おぐらいしか発しないので、どういう対応をしていけばいいのか教えてください。ちょっと今日の話と違うかなと思うんですけども、もし、リハビリの先生とかと関わっていたら、なんか言語の先生に、の紹介していただくのもいいかもしれないですね。あとは多分おおって言うっていうことは、おそらく伝えたい気持ちが出てきてると思うので、読み取りといって、なんとかなのねっていうふうにお母さんが代弁して、何かを伝えたい、あなたが何かを伝えたいという思いを、私が分かってるよ、お母さん分かってるよっていうふうにお伝えしてあげるのがいいかなと思います。めいちゃんち、うちは財保時に座らせると心拍落ち着くので、多分心地いいと思うんですが、逆に眠くなること多いです。それもありなのでしょうか。親としてはいろいろ遊ばせたいのですが、あ、多分安定して眠くなっちゃうのかな、うんうん、まあ、それこれこの間話したね、うんうん、ちょうどね、うんうんうん、
はい、それからどうぞ。はい、ごめんなさい。ごめん、あのね、ごめんね、はい、この間話したね、うんって言ったけど忘れてる。あ、そうだね、はい、どうぞ。もしかしたらそれか、血圧を、あ、そうかそうか、血圧の話だ、うん、そうだ血圧ももちろんそうだし、あとはなんか、その在保時ってすごい面で当たるから、うん、覚醒はちょっと落ちやすいかもしれない、ね、うんうんうん、安定してそうそう、安定するからこそ、ね、うん、眠くなるし、うん、あの面で、要は逆に言うとめっちゃフィッティングいいのかもしれない。はい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 、はい、そう、だから すごいあの体には合ってるのかもしれない、はい、これさ、角度起こしてみたらどうかな。そしたら角度を、それからちょっと覚醒させたいときはちょっと角度を上げてみるとか下げてみるとか、逆に、まあ、多分ありだと思う、うんうん、だから要は人間ってこう不安定になればなるほど覚醒は上がってくるから、やっぱりそこら辺は、うん、その子がその時なんか遊ばせたいって思ったらちょっと起こしてあげたりとか、うん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 、ちょっと不安定にさせてみたりとか、うん、ただそれがあのやっていいかどうかっていうところが僕は この情報ではあの今、ね、ここでは分からないから、うんうん、担当の先生とねセラピスト相談したりしてもいいよね、うん、そうですね。でも覚醒が落ちる、あの座る覚醒が落ちるってことはさっき言ってた楽なんです。別にあの悪いことではない、うん、いいね、うん、いいですね。すごくすごく興味深いお話でしょ。今日はね、いい回なんですよ。あのこの間のキイチさんといい神回でございます。私ね、あのめっちゃ自分はよく言うわけじゃないですけど、私コラボする人ってもうね、もうめっちゃくちゃこの人の話を聞きたいとかめちゃくちゃ信用してる人じゃないと絶対コラボしないんで、うん、あの今までコラボしてきたムーユリさんとか、あの救命ナース のマリコさんとか、あとキイチさんとかね、あとあの京都の夢工房さんとか、もうみんなにとにかく視聴者の方に、まあ、いわば無料でいい情報を提供したい。それであの別に私は利益にならなくてもいいんですよ。お母さんたちがそれで少しでも安心したり、少しでもお子さんと関わるモチベーションというか気持ちが上がったり、少しでも楽になってくれるんだったらね、もう何でもするから私は。はい、はい、はい、ね、みんないい人じゃないですか私と話す人ね、いい人よね。私いい人が好きなんですよね。なんか嫌な言い方大丈夫あの断られた人が何人か知らないけどいやごめんごめん、あのでもいないから大丈夫、はい、あのそんなに誘われない、こんないいこと言ってみたけど、財保人を使っての姿勢の保持と何か活動する時の姿勢調整はまた評価が違うのかなと感じています。この活動する時にどんな姿勢がいいのか難しいなといつも悩みます。でもここまで考えられてたらもう正解導かれますよね。そうね、あの財を保持するときと活動させたいときの目的を明らかにしていたら、おそらくその考え方でいったら導けると思うので、はい、その考え方でちょっと頑張ってください。絶対答えは見つかると思うんで。ぴょんきさん、何があったのかすごく気になりました。ぴょんきさんの話をしたらもう1ヶ月ぐらいかかるよね。3年ぐらいかかる、はい、じゃあ、 あの多分亀吉とぴょんきちはこれからもうずっと一緒って言ったらおかしい、なんかずっとこうあの一緒に活動していくので、なんかこうね、あのなんかいい話が聞けるんじゃないかなと思います、いつかはい、洗濯ネットにスポンジ、あ、ごめん、なんか話があった。いや、大丈夫、あの分かんない、もしかしたらずっと一緒にいたくないと思ってるかもしれない無言だよはい、洗濯ネットのスポンジ、なるほど、そう外出先でお呼び警戒です。あとね、あの外出先でねちょこっと座らせる財宝寺が欲しいみたいなの聞いたことあるんですけど、これね私ね商品化するねものを知ってるんですよ。今ね、その元々お子さんが、まあ、脳性麻痺のお子さんがいらっしゃるお母さんが商品開発した、あのねお出かけの時にねバッグみたいにこうやって持ってさあ外食しようって時にパカッて開けるね財宝寺がね、あのお母さんがね商品を考案してて、私それねキッズフェスタであの拝見してね実際に、ね、触ったんだよね。あれめっちゃ良かったよね。そう、でもねまだ多分ね商品化にちょっと時間かかるということだったので、私そこでお約束して、あの商品化されたら亀吉さんにご連絡するんで、ぜひあの困ってるお母さんたちに伝えてくださいって言われて、私はその時見てすごいいい商品だなと思ったので、あ、それまで私もちゃんと有名になっておこうと思ったんですね。そのお母さんの思いを汲んで私もこの商品をおすすめですよって言えるぐらいの知名度は、私も頑張ります、お母さんも頑張りますみたいな感じなんで、いつかお伝えできると思います。はい、ネットにスペンジ
ネットにスポンジ詰めるやってました。ベビーチェアにスポンジとかタオル、牛乳パック、段ボールとかプールスティックを切ったものを組み合わせて作ったり、ネックピローがフィットしやすいことみたいなね、買ってきて使ったと思います。素晴らしい。もうね、あの知識なんだ、知恵が最強ですよね。知恵というか、知恵がね、もう最強の武器だと思います。なんでもいいのよ。なんかさ、わかる、あのさ、リハの物品だから全部リハの物品じゃなきゃいけないわけじゃないんだよね。本当に日常生活の中であるもうペットボトルだって何だっていいし、まあ、何だっていいのよね。使えるんだったら何でもいいよね、っていうのがあの本質の部分だけど、やっぱお母さんたちはその セラピストが使ってるやつが一番いいだろうってやっぱり思ってるからね。はい、そうそうそう。でもそう、あのまさしくそう、お金をかけないで、そうそうそう、こういうところにお金をかけないで、うん、こういうところを安価に抑えて、うん、でもっといいやつ、うんうんうん、あの例えば本当に必要なものっていうのにしっかりお金をかけていただきたいなとか、うんうん、あ、めっちゃいいこと言うじゃん。ありがとうございます。あ、すごいいいね。ちょっとうちで働かない？あのいいですか、週1ぐらいで雇用できない、できない、はい、でもそうそう、たくさんお金かかる部分とかっていうのも必ず出てきたりとかするし、ありますよね、まあ、それこそね、うん、財宝寺とかそういったところに、うん、しっかりその障害を、機能的な障害を予防するところにお金をしっかりかけてもらって、残りの部分はね、あのそれこそ今言ってたみたいな、ペットボトルでもいいかみたいな感じで、それを教えたりとか、うん、お伝えするのがこういうライブ形式だったりとかね、上木先生だったりとかっていうのがあるから、なんでそういうのをしっかり見ていってもらえればいいかなと思います。はい、私も頑張ります。パイプ枕の中身を100均のメッシュポーチに詰めて使ってます。さすが詰むまま。幼稚園の椅子事情助かります。みんなと同じじゃなきゃいけないので、うちの子は足がつきませんが対応していただけません。おお、足台を設けるのはどうかなっていうのもちょっと思いますね。先生に一回相談してみてもいいのかなと思います。はい、低緊張の息子が3歳になり、来年幼稚園に行くことをきっかけに今月初めて財宝寺を作ります。勉強になります。わー、ありがとうございます。タンダンク見てますよ、インスタ。はい、亀木先生お久しぶりです。ピョン吉さんフォローします。病後半年過ぎたところ手帳申請して、今は役所に財宝寺申請中です。時間と手間とお金がかかりますね。本当そうですよね、うんうんうん、最近側腕のレントゲンで24度の傾きでした。正しい姿勢をさせましょうと言われたので早く欲しいんですが、側腕予防というか体幹を鍛えるためには1日どれぐらい座らせるといいんでしょうか。あと警官員は座らせたままの方がいいでしょうか。長くてすみません。はいはいはい、ですね、今ちょっと状態を見ていないので、お子さんに対して側腕予防のために何分間財宝寺に座らせた方がいいよというのはちょっと今私の口から伝えられないというのが現状ですね。ただまあそうですね、あのもし座らせるのであれば、側腕のある子はしっかりとしたポジショニングが大事になってきます。特にちょっとさっきのこのね、高重力位が大事だよっていうお話もあったんですけれども、側腕のお子さんっていうのはやっぱりこう寝ている時よりも座位の方がこう背骨に対するこう圧とかいろいろかかってくるので、より気をつけなければいけないということがあるので、レントゲンを見るとか、あとはこの実際の筋肉の緊張のバランス、ボリューのバランスをセラピストの方に見ていただいて、しっかりとしたポジショニングで1日どれぐらい座らせるかというのを先生と相談しましょう。はい、場合によっては整形外科のお医者さんと相談するのも必要かなと思います。あと経管栄養を流す、姿勢なんですけれども、これもその子によって違うんですね。大体のお子さんやっぱり座位で流される方が多いんですけども、角度とかその子のこのね、胃のカーブの状態とかにもよるので、これはお医者さんに確認した方がいいですね。はい、財宝寺の相談をしたい場合はオンライン面談ですか。私の相談だったらオンライン面談になりますね。はい、まずは、担当のセラピストの方に相談していただくのがまずはいいかなとは思います。幼稚園の椅子、入園前に座らせてみましたが足はつかない、横の支えがないので急いで財宝寺を作りました。うんうんうん、来年の就学に合わせて学校用車椅子を検討中です。私の知恵がなさすぎて快適な学校生活を送れるような財宝寺機能付きの車椅子が決められるか不安です。お母さんの知恵がないのが問題ではないです。お母さんは何にも悪くない、大丈夫です。お母さんにね、その財宝寺とか車椅子とか環境とかの知識持ってるお母さんなんていい、そうそういらっしゃらないので大丈夫です。お母さんは何にも悪くない。周りの人にたくさん相談しましょう。
セラピストの方、先生、学校の先生、病院の先生、もう周りの力をふんだんに使うのが大事です。お母さんたち皆さんやっぱ一人でね結構抱え込んじゃう方が多いんですよね。やっぱりこういう言い方をするとちょっとまあ誤解を恐れずに言わせていただくと、やっぱりこうお母さん方ってどこかでやっぱそのお子さんに対する自責の念っていうのをお持ちなので、すごいお母さんたちってやっぱね抱え込んじゃうんですよね、うん、でもねお母さんそんな悪くないから大丈夫、周りの力を借りましょう。そのために私たちセラピストがいます、お医者さんがいます、学校の先生がいます。周りをふんだんに動かすといいと思います。はい、つむたん今ダイエット中もんマンマンって感じもんね、めっちゃ可愛いね。はい、就学に向けて財宝人生を作成するかバギーを作るか悩まれている保護者がいらっしゃいます。現在はバギーを使用しています。相談に乗ってあげてください。ぜひぜひ相談に乗ってあげてくださいあ、Kさん来てくれた。質問に答えてくださるとは思ってもいなくってありがとうございます。子供の体に合わせて背中にウェルタン積み木を入れたり、足元に牛乳パックで作ったりしています。体が大きい子には大きめの椅子にしたり、なるべく早くしています。合わないと動いてしまう、椅子が障害という、うんうん、いいですね。今回はね、Kさんの質問一番なんか一番良かったよね、読む基地に、うん、姿勢によって呼吸も変わるよね。変わる、姿勢と呼吸ってめっちゃ大事。結構ある質問、うん、なんかさプリクラ撮ってるみたいじゃない？違うのさ、裏の背景さ。わかる？昔プリクラってこんな感じだったよね。そうだね。うん、古いね、ずいぶんね。プリクラ。そうそうそう、降りてくんだね、これね。いてみたいな感じでさ。確かに、背景をさ、こうやって選ぶとさ、ウィー。ウィーって結構古くない？そうだね。はい、じゃあ次の質問ね。失礼しました。はい、1歳7ヶ月、まさに来週初めての財宝寺掃除作ります。今回の話は聞けてよかったです。一度カメリハに伺った時にお勧めされてた財宝寺でも財宝寺掃除にも乗ってみたいとアピールしてきます。いいですね、試乗できるのがいいですよね。結構私もカメリハに来ていただいたり、カメサポを受けていただいている方に財宝寺どんなんがいいですかって聞かれたりするんですけども、あんまり私からはこの工房さんのこのメーカーがおすすめですとかあんまり申し上げないんですね。うん、口で言うのは簡単なんですけど、あ、これいいんじゃないとか口で言うのは簡単なんですけども、うん、やっぱりね実際に乗ってみないとわからないことたくさんあるので、試乗たくさんできるのいいですよね。だから私たち今年4月キッズフェスタ行ったんですけども、やっぱりキッズフェスタでいろいろ乗ってるお子さんはね結構ね良かったなと思います。うん、2歳9ヶ月の ASD の男女を育てています。児童発達支援使ってます。机が前になくて椅子だけで座ると左に体が傾いてしまったり腰が落ちてきちゃいます。滑り止めを下に使うのもありですかね。これはぴょん吉が答えてくれそう、うん、さっきからちょっと考えてた。あ、今ずっと考えてたの、うん、腰が落ちてきちゃいます、腰が落ちてきちゃいますっていうのはどういうことなのかあれなんだけど、ずっこけてくっちゃうみたいな。前に滑ってくるんであれば、うん、滑り止めも多分いいとは思うんだけど、多分摩擦に耐えられなくて、おそらく結局同じような状態になってしまうと思うから、どっちかっていうと足の方かな、はいはいはい、足を足台をつけるとか、うん、どっちなんだろうな。見て、これ私の体幹なんですか。ここにもしかしたら、疾患的になんか感覚的な入力を行っている可能性もあるので、ちょっと何とも言えないんだけれども、ASD だから感覚を自分で入力したいよ、うんうん、したいから、ちょっとこう端に寄ったりとか、はい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 、こうやってやってた方があるよね、こうやって座るね、 ASD の子ね、そうそう、筋肉の刺激とか、はいはいはい、不安定さがこう、うん、いい影響を与えてなんか集中できるのかもしれない。感覚がね、うん、自分で入れるんよね、そういうことね。だからもしかして一概にこれが悪いことかどうかって言われると、これを直すことによって離席率が上がってしまうとかっていうことも考えられなくもない。逆にね、うん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 、だからなんかそのいろんな、アプローチをしてみて、うん、例えばしっかり座れてる状態をキープできるっていうことであれば、うん、しっかりとで下姿勢をキープさせるために足台を準備したりとか、はいはいはい、この場合だと、うん、だけ腰が起きてきちゃう、横がないっていう話だっけ、机が前に ない、はいはい、椅子だけですから、なんか短材ってことだよね、要は。そうそうそうだね、うん、椅子材か。だどちらも使ってみてもいいかもしれないです。足のまず調整をしていただいて滑り止めをやってみる。でもしかするともう座ってるのがしんどいのかもしれないです。
かね。体力的にってこと？うんうん、なんか例えばほら疲れた時って、まあ、僕も今あの長い時間座ってて僕あんまり機能的に良くないから、うん、あ足組んで、うん、じゃ例えばこうやって前前傾姿勢を取って、支えてね、でちょっと自分の体のこう張力をいろんなところで変えて、うん、で座ってたりするけど、うん、結局子供たちのそれあのこれっていうのが、うん、要はこうだったりするかもしれないし、こうだったりするかもしれないし、これが何を意味してるかの方が重要かなと思って、うんうん、でその要因を一回探った方がいいかも、はいはいはい、なんかさ、子供にさ、まっすぐ座ってなさいって酷だよね。かなりね、うん、うちのだって座れないし、ね、そもそも機能的に、ね、仕上がってはいないから、うん、そう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 、うん、だからあの多少の崩れはまあ良しとしてもらって、ね、何がダメかっていうと離席してしまって周りの子に邪魔をしちゃうよとか、うん、なんかそういう状況があるんであれば、うん、あまり姿勢に関してごちゃごちゃ言ってもなんかこう子供はストレス抱えていくだけなので、そうするともう嫌だから逃げるっていうような状況、悪循環がどんどん成立してってそのサイクルに陥ってしまうので、うん、あなんか先生近づいてきた逃げちゃうみたいな感じで逃げちゃったりとかして結局離席するから、うんうん、あもう全然座ってられないんですよとかっていう話になっていっちゃう、うん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 、だからまず座れない理由っていうのをちょっと考えてもいいかな、横を連れながら、うん、まあ、ちょっといろいろ様子を見てもらった方がいいかな。はーい、わかりました、はい、様子を見る、うん、様子を見てもらって、で、いいポジション、うん、それそうならないポジションを何個か、うん、あの検討してみるのがいいかもしれない。それを見て、うん、落ち着くんであれば、うん、それでいいし、うん、落ち着かないんであればまた検討しないといけない、うんうんうん、その時はあの鎌木先生にどうしたらいいですかみたいな相談してもらったらいいでしょうかな。ピョンキチン聞くからね、そしたら、はい、はい、大丈夫。最近手帳取得しました。在保時の謎が多かったんですが、神回見れてよかったです。イエー、神回。あ、神回、はい。神回。はい、神回。神回。神回で、ありがとうございます。うん、これ何？なんて言ったの？うん、あ、コロナが肘が良かったかな。ああ、はい、はい、気にしております。はい、じゃあ消毒しとくね。はい。話を聞いていて、可能なら作成時 PT さんにも OT さんにも見てもらった方がいいような気がしてみました。そうだっす、そうだっすね。 あとはあれだね、あの、うん、制作するところの工房さんとかね。あ、そうだね、型取ってくれるときに相談してみてもらって、うん、はい、合わせて。そうだね、うんうん、工房さんいろんなね、体のメカニズムとかね、うん、あの存じ上げてるので、うんうん、いっぱい相談するといいですね。そうそうそう、あの結構その在保時の細かい、この在保時こんないいとこがあるんですよみたいなのも結構 PT さんも私もそうですし知らないことも多かったりするので、もうガンガン工房さん聞いちゃいますね。え、これそうなんですかみたいな。え、じゃあこれってこの時こうすればいいんですかみたいなのね、私ガンガン聞いちゃいますね。だから結構私の採寸の時とか、あのまあこれ言うとあれだわ、あの採寸の時とかね、ちょっと工房さん、あ、私の名字ね、まるまる先生ですかみたいな感じになったりしますね。ちょっとめんどくさそう、1時間以上経っちゃうから外出先で使える在保時ぜひ知りたいで、バギーでの食事は食べにくそうなので外出も楽しみたいので期待してます。はい、あの商品化したら皆さんにドーンとシェアしますね。そこはありで、最近在保時できましたプレーリーをつけて座らせてるのです。あ、プレーリー作ったんですね。暑くてしばらく座ってると滝汗です。座らせたいのですが体温調整難しくて困ってます。今アイスの入れたり扇風機ね、扇風機結構こうやってねつけてるお母さんいますよね。暑いよね。なんかもうさ、フィットするっていうのが一ついいところだけど、フィットしすぎて暑いよね。うん、蒸れる、暑いし、うん、あの服3枚も着てるような感じだからね。そうだよね、普通に装具とか、うん、1個つけるだけでも相当暑いから、通気性がね、そうそうそう、うん、もうなんか密閉空間にその位置、うん、その部分だけあるっていうような状況だから、うん、そうだよね、この洋服とわけ違うもんね、装具ってね。そうそう、例えばあの骨盤のコルセットするだけでも暑くなるね、腹巻きしてる以上に暑くなるみたいな。汗だっ、脱脱よね、ここね。だから そんな感じだから、やっぱそれも暑いから、うん、暑いよね。だから、ま、今ねこれから涼しくなっていくから、うんうん、まあ、ちょっといいのかもしれないけど、でもさ、ほらさ、厚着になるじゃん、この。あ、でも体温調整できる洋服だからね、夏とかでね、脱ぐのはもう脱げないからね、うん、大変だよね。まあ本当ね、パタパタパタってやったりとか、液化とかに、液化とかね、股関節のこの、あのここ鼠径部か、鼠径部とかを冷やしたりとかね、するといいかもしれないですね。感動してしまいました。こんなに考えてくださる PT さん、OT さんいてくれることが本当に救いになります。あのね、ありがとうございます。あの多分ね、皆さん担当の先生方もね考えてらっしゃると思うんですよ。うん、皆さん、あの多分何にも考えてない PT、OT、ST とかね、あのって、あの
ほぼ間違いなくいらっしゃらないと思うので、はい、あの私たちはね、ただこうやって発信する媒体があって見てくださってるあの視聴者の方々がいらっしゃるので成立してるっていうだけで、本当むしろありがとうございますっていう感じなんですね。ただその中でも思いは結構強めだと思う、私は。で、私よりもあの焦げるほどの思いがあるのがこの後ろにいるあの OT ピョン吉なので、で、私たちが一緒になるという、こうやって一緒に発信したり一緒に活動する、今ね、仮面作ってやつを一緒にやってるんですけど、もう一緒になるとね、パワーが結構すごいですね、今。多分結構、勝手に私はあの世界を変える2人だと思ってます。はい。思ってないみたいですね。いや、今、PT さんをあの この話がね、ちょっとあの考え深いなと思って。何が？誰の？あの、そう、今の話ね。あの 今ね、対応してくださってる、うん、あの先生たちね。時間に追われててね、なかなかお母さんとこうコミュニケーション取る時間がないっていうのがね、本当は借りたいんだよね。そうそう、うん、僕も病院の時にずっと悩んでたことだし、思いはあってもそこに時間が割けないっていう現状があるから、だからお母さんたちの気持ちを分かろうとしたいんだけど、そこの時間がどうしても割けないとか、そうね、時間で動いてるからね、先生方はね、病院のね、すごいカツカツのスケジュールでリハって組むから、うん、そうなんですよ、なかなかね、そこら辺がこう誤解を招きやすいところではあるかなと思うから、でも絶対に、ね、担当の先生たちって考えてるよね。めっちゃ考えてる、めっちゃ考えてるから、なんか話し合いになるとすごいバチバチになるっていうのがね、あるよね。そう、でも時間がないんだよね。そう、難しいよね、やっぱね、やっぱセラピストの数が増えて質が上がることかなと思うから、頑張ろうね、カメスクね。そうだし、やっぱりこの発信とかで、うん、僕はその前も話したけど、うん、あのこう助かってるっていうのが、お母さんたちの共通言語が生まれたことによって説明の時間が圧倒的にこう短くなる、はいはい、うちの事業所を使ってるお母さんたちと話すときに、この間亀吉ライブで話してた内容のことがこれなんですよっていうお話ができるから、うんうん、そうすると、うん、はい、なるほどねみたいな時、亀吉言ってたーみたいな、そうそうそうっていうのが、うん、僕はだからそういう現場で使う、現場とオンラインがすごいこうバーンと割れるんじゃなくて、オンラインでこういう話をしてて、そこをあの臨床の人たちがうまく汲み取りながら、あ、この間そういうこと言ってたんだ、あ、そのことだよ、これ今やってるのっていうのをうまくこうドッキングすれば、多分お母さんたちに伝える時間っていうのがちょっと増える。はいはいはい、なるほどね、うん、有効活用してほしいよね。そう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 、私はね、そこそこそこ、うんうんうん、無料だから、うん、あのライブは無料だから、もうバンバン。まあでも一つ私が懸念点としては、亀吉が全てじゃないっていうのはありますね。ただただ私が PT の一人として、別に特別でも何でもない人なんですよ。私なんかあのちょっと特別感が出てるように喋っちゃうんですけど、全然もうほんと普通のしがない PT なんで、そう、だからでもなんか私が言うとそれっぽく聞こえちゃうというか、あの私が全てじゃないっていうのは一つ思っていただきたいですね。一つ あの PT の意見として聞いていただけたら嬉しいかなと思います。はい。1歳になったばかりのダウン症児の母です。腰が座っておらず、家ではだいたい寝かせて何もしてこなかったので、在保児という言葉を初めて知って少し焦っています。でも今日知ることができてよかったです。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。今からできるお家のリハビリとかは亀吉のオンライン面談であのお伝えすることができるので、もしあの、ね、今日あの聞いていただいて何かやってみようみたいな、亀吉の投稿の中でもお座りの練習法とかハイハイの練習法とかズリバリの練習法とかいっぱいあるので、あの参考にしてお子さんとの、ね、関わりを楽しくしていただけたらいいかなと思います。土曜日に訪問で来てくれる PTSDOT を探していますが、対応できる人がいないという理由でなかなか契約できません。あら、ちなみにセラピストとして生計を立てることはぶっちゃけどうなのでしょうか。人手不足の事業所は報酬に見合わない過酷な労働や拘束時間だったり、収入低さだったりが影響しているのでしょうか。それがセラピストの質に影響しますか。いいセラピストとは、まあいい質問ですよね。あの実際にあの地域差もあると思います。あのそもそもあの小児のセラピストって非常に少ないんですね。今理学療法士、作業療法士って右肩上がりで伸びてるんですよ、うん、あの国家資格の取る人がねめちゃくちゃ伸びてるんですよ。なぜならまあ、IT 化とか AI 化が進んでいるこの時代にですね、なくならない職業として必ずランキングインするのがシステムエンジニアですとか、こういった PTOT とかいうね、職業っていうのは一応なくならないと言われているので、あの国家資格の保有率っていうのは非常に上がっております。ちなみにですね、もっと、まあ、言うと昔ね PT ってね
9割男性だったんですね、うん、50年ぐらい前はだったんですけども、今はもう女性とトントンぐらいです。女性の社会進出ですとか、あの女性のこう雇用っていうのがすごくもう上がってきてるどころの話じゃないですよね。もう女性が働くのが当たり前ということになってきたので、 PT や OT や ST の国家資格 の保有率っていうのは上がってきていますが、小児のセラピストももちろん、ね、増えてはきています。増えてはきていますが、ですね、支援を必要としているお子さんが増えているというのが現状でございます。これ前私ですね、あの低出生体重児早産児の話をした時もあのライブでお話ししたんですけども、今ですね、あの小さく生まれてもあの出産時でトラブルがあってもその後のですね生命予後というのが非常に向上しています。医療の技術ですね、うん、なのでセラピストの数も増えている。そして、子どもがリハビリをする需要というのも増えている。ですが小児のセラピストの供給が増えていないというのが今一つの社会問題かなと思います。まあ、でも今ね、あのいろんな政治家の方とかが動いて、あの医療的ケア児の合法率とかが変わっていったりですとか、あの子どもに対する支援の方向っていうのが日本全体で変わっているというのが現実だと思います。うん、なので、まあ、この収入のうんちゃらっていうのは私はちょっとわからないのでお話はできないんですけれども、徐々に変わっていくんじゃないかなと思います。なので私は世の中を変えたいので今教育授業ですね、セラピスト、新人セラピストを教育する教育授業を毎週木曜日、あの月2回ですね行っているというわけでございます。っていうのが私の返答なんですけども、彼はまた別のこう経営者なのでまた違った目線でお話をしてくれるかもしれないです。丸投げうん、そうですね、あのでも実情としては、リハビリのおそらく、単価っていうのは年々落ちてきているんですよね。そうね、訪問とかやばいよね、うん、っていうのは落ちてきてるから、リハビリが確かに過酷な状況になってきてるっていうのは事実ではあるかなと思います。で、あとは、まあ、研修に行きたくても研修っていうのがめちゃくちゃ高いんですね。高いね。そうなんで、うん、やっぱり行けない、うんうん、でその、収入が落ちてきたりとかしてる中でその高額な研修っていうのに行くってなるとかなりあの自分の生活を圧迫してくるので、ね、なかなかできないっていうのがあるんですね。で、やっぱりそういったところでそのセラピストが育たないとかっていう状況が起こってたりするっていうのも、まあ、少なからずあるんじゃないかなと思います。で、やっぱりあと土日っていうニーズに対してどこまでできる、その母数が少ない中でさらにその、土日っていう、ところになってくるとさらに母数が、落ちてくるかなっていうところで、うん、僕も土曜日あの訪問で外勤してたことがあるんですけど、やっぱり土曜のニーズめちゃくちゃ高いんですよね。わかる。そうで、なんですけど土曜って ある意味そのニーズがすごい高いんだけれども、そのサポート体制、全体的に連携ができる体制っていうのが逆にぐんと落ちるのでリスク管理ちょっと難しくなるんですね、うんうんうん、でそうするとやっぱ攻めのリハっていうのがちょっと難しくなるんですよ。なんかあった時にその病院も休みだしとか、はい、看護師さん不在だしとかっていうのが起こってくると、なんかここで攻めてやってしまって、うん、なんかあった時にフォローアップの体制が築けてないっていう状況の中でやっぱり攻めのリハができないから、うんうんうん、どっちかっていうとちょっとこう控えめなリハになってしまって、はい、お母さんたちとしてはなんかもう一声っていうところがなかなか出せないっていうところがあるので、うん、まあ、そういったところでちょっとお母さんたち その満足感っていうところには到達しない場合もあるのかなと思います、うんうん、そうね、まあ、それは僕の場合ですね、うんうん、僕の場合はそういう経験に応じたなっていうのがありますね、まあ、日曜日ってね休みだしね、あ、土曜日日曜日って休みだしね、うんうんうん、なのでなんか私はこう、ね、自分でこう開業するときに日曜日土日をこうメインにやってやろうと思ったんですよね。だから日曜日すごいカメリハはお父さんの出席率とかがすごい良かったりとかね、オンライン面談土曜日めっちゃ入ってたりとかあるんで、ね、なんか私たち今こう教育事業、セラピストの教育事業やってるので、よりまあ低コストで、さっきぴょんきさん言ったみたいにやっぱ勉強会とかすごい高いので1回で1万円とか普通するんですけども、まあ、できるだけ低コストでみんながよりこう知識、身につくような知識をすごい、うん、伝えてる最中なので、その辺も私たちはこう社会を世界を変えていきたいと思ってる2人なので頑張ります、すいません怒んないでやってください、すいませんはい、ありがとうございます。
質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。姿勢が崩れちゃうにもいろんな理由があるんだと知れてよかったです。いろいろ探ってみたいと思います。ありがとうございます。世界を変える PTOT 素晴らしい。ありがとうございます。冷やしながら様子見ていきます。プリクラの背景めっちゃわかりますウィーンあのスタンプね、ずっともあれ、はい、ずっともずっと友達だよ。あずっとマブダチ、はいはい、あのいかにこの背景をスタンプで埋めれるかみたいなね。あ違う、あんまりあれでしょ、こうやってやってた人でしょ、こうやってやってやってバチボコの元ヤンなんで彼、はい、言わない方がいい、元ヤンって。いいですいいです、大丈夫です。次の質問いきましょうはいごめんちょっと元ヤン積もったわごめんごめんはい、いいねいいね。1歳のダウン症児を育ててます。昔はバウンサー、今は下等時のベビースにクッションやら足場を作って本人が座れるように工夫してました。これが在保児椅子なんですね。そうだよそうだよ、そう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 、初めて知りました。そのおかげか腰も座ってお座りを上手にするようになりました。すごい。ただベビーカーなど机が前にないものだとずるずる腰が滑って姿勢が悪くなります。ベビーカーで在保児する技何がありますか。角度かな、そのベビーカー見てみないと何とも言えないんですけども、ベビーカーってねリクライニングだからね、基本的に下等時とかのだとね骨盤がこうやって起きるんですけど、骨盤が寝てるか起きてるかじゃないかな。ちょっとでもあの定型の子でも前にずっちゃうと、そうね、ずるよね、ずる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 。それこそあの滑り止めとかいいかもしれない、うんうん、100均とかでさ網網に、ね、なってる滑り止めとかお尻にちょっとピッてつけてあげるけども、多分予想なんだけど、はい、これあくまでも予想だからちょっと違ったらあれなんですけど、うんうんうん、ベビーカーとかってこう棒コーティングみたい なんか素材的に棒な感じで汚れに汚れにくいような素材だから、うん、結構多分あの摩擦抵抗少なめなの、はい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 、ボコボコしてて滑りやすくなってる、はいはいはい、ような状態だから多分前にずっちゃうっていうのはあると、うん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 、だから少しこうなんていうの、反り腰とか心筋優位のお子さんとかの場合だと、はいはい、多分前にどんどんいっちゃうのかなと。持たされたらこうやってそうそう、私さ子供がさベビーカーのここを持ってさグッてさ外を見る姿すごい好きなのね、うん、持たせてみたらダメ、持たせて、あれすんごいあの姿勢悪いよね、あの姿勢引き込みだからさ、うん、はいはい、そうだね、ごめん、いや、いいと思う。悪い運動じゃないんだけど、あの、すごいあの姿勢ってさ、あの、俺らがやっても多分めっちゃきついの。ね、はいはい。ってことは多分それだけお尻前にあるってことだから、そうだね、それはもうずってるっていう。浅いからね、ベビーカーってね。うんうん、もうずる宿命だよね。で、ここさ、絶対さ、このお股のさ、ベルトがさ、なんかパツーンなってさ、通りすがりの子供とかなんか痛くないのかなってすごい思う。まあ、おむつがある。あ、そうか。そう思うけど。そうかそうか。じゃあ滑り止めとかいいかもしれないですね。そうね。うん、うん、うん。はい。どうでしょう。お話聞いててめちゃくちゃ楽しいです。本当それって何回も覗いてました。いつか直接2人にお会いしたいし、お話ししたりしたいです。自分も現場頑張ります。頑張りましょう。どうやったら会える？会えるかな。ピョン吉サイン会とか開いちゃう？誰もいらないから大丈夫です。亀吉のマックにさ、ここにさ、ピョン吉のサイン書いてよ。はい。私あの世界で一番好きなアーティストが野田洋次郎って人なんですけど、はいはい、野田洋次郎に会ったら絶対マックを差し出す、マックを差し出す、じゃあその上から書きます、いやだやめてやだ、夏に来てくれたらあの会えます、夏って言っちゃってるし、いいの、夏全然大丈夫、あそう、あ夏です、ステップアップステップステップアップステップステップアップステップちょっと待ってちょっと待って、何回間違うもう一回やっちゃって、せーの、ステップアップスペースナッツ、はいはい、で、調べてもらったら事業所が出てくるので、はい、はい、千葉県柏市ですね、はい、重度の児童発達放課後デイサービスに働いてました。やはりリハビリを強くする方、強く希望する方がいました。うんうんうん、そうですよね、うん、5歳の息子、あ、コメントがもう終わりますね、もうだって見て10時40分だよ、すごい、もう楽しくてずっと喋っちゃった、私いつも一人で喋ってるからもう9時45分くらいにはヘロヘロなんだけど、はい、でこの後ヘロヘロになってしまうんです、なるよなるよ5歳の息子、ここ数ヶ月 PT さんと2人でリハしています。私は小窓から覗いていて PT さんとのコミュニケーションが減っています。こうしてインスタライブをしてくれることがありがたいです。うんうんうん、ありがとうございます。インスタライブ毎週金曜日頑張ってます。来週はお休みかな、
すごいよね、私先月からずっとだよ、お休みなしだよ。素晴らしい。インスタライブ。皆さん待ってる。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに滑りやすい素材です。滑り止め試してみます。ありがとうございます。うちの子もバーにかぶりでかぶりついてる。いや、噛んでる子いる。チューチューしてる子いる。いるいるいる。ベルトがピンピン伸びて笑っちゃいます。とても参考になりました。ありがとうございます。亀木先生、こんばんは。エマ